アンジェリカアデルイコールロゼアンは、ルーマニアの元女子卓球選手。世界卓球選手権で合計30個のメダルを獲得し、1995年に世界卓球殿堂入りした。ロゼアンが死去した際、英国の高級紙、デイリー・テレグラフは彼女について、世界のスポーツ史上、最高の女子卓球選手の一人であると報じている。1921年10月15日。 アンジェリカ・ロゼアヌは、ルーマニア王国の首都ブカレストで、ユダヤ系ルーマニア人の家庭に生まれた。家庭は裕福で、ブランチャに44ヘクタールのブドウ園を所有して、農業を経営しており、カドリラテルにも750ヘクタールの土地を所有していた。ロゼアヌは、幼少の頃から、テニスや水泳、サイクリングなどを好む活発な少女だったが、8歳半ばの高熱にかかり、 その療養中に、兄のガストンが彼女を励まそうとして、卓球用具を持ってきたのを契機に卓球を始めた。子供の頃は、近所のルテラナ通りで夏に開催される、地元の卓球大会に、毎年参加して優勝していた。かつて自宅があった場所には、今はホテルが建っていると、ロゼアヌは後に語っている。その後、1934年に12歳で、ルーマニアカップに初優勝。 1936年には15歳で、ルーマニア卓球選手権に出場して、女子シングルスと女子ダブルスで初優勝し、ルーマニア卓球選手権の女子シングルスでは1936年から1956年まで20年連続で優勝した。ロゼアヌは現役生活中に、ルーマニア卓球選手権の女子シングルス、女子ダブルス、 混合ダブルスで合計40個の金メダルを獲得している。世界卓球選手権には1936年のプラハ大会から出場し、1937年バーデンバイウィーン大会ではハンガリーのエロス・ゲザトペアを組み混合ダブルスで同メダルを獲得。翌1938年のハンガリーオープンで優勝して初めてメジャーな国際大会を制し、 1939年の世界卓球選手権回路大会では、ルーマニアのサリス・ザスコ・ローズベリーとペアを組み女子ダブルスで銀メダル、女子団体で銅メダルを獲得したが、1939年9月に第二次世界大戦が始まり、ルーマニア卓球選手権は1941年から1944年まで、 世界卓球選手権は1940年から1946年まで中止となった。この時代にロゼアヌとその家族は大きな混乱を経験することになった。ルーマニアではすでに第二次世界大戦前から過激な反ユダヤ主義的民族主義者の極右政党、鉄英団が急速に統制を拡大させ対頭していたが、1940年9月に鉄英団と親、 ナチスドイツ派で反ユダヤ主義者の将軍イオン、アントネスクが連携して、クーデターを起こした。アントネスクは、国王カロル2世を退位させ、ルーマニア総統の座に就くと反ユダヤ主義的な法律を、次々に制定し、実行、推進した。ロゼアヌの一家は、ユダヤ人であるという理由で、全財産を没収され、また、ユダヤ人の体育館への立ち入りは、 全面的に禁止されたためロゼアヌ自身も練習の場を失い、10歳代末から20歳代前半の時期に5年間にわたって競技生活の中断を余儀なくされた。対戦中の1944年に彼女はエンジニアのルー・ロゼアヌと結婚してアンジェリカ・アデルステインからアンジェリカ・ロゼアヌに生を改め、翌1945年には娘、ミカエラを設けた。 1945年に第二次世界大戦が終わるとまず、ルーマニア卓球選手権、ついで1948年に開かれたウェンブリー大会から世界卓球選手権に復帰し、女子シングルスで銅メダル、混合ダブルスでは、ハンガリーの指導フェレンツとペアを組み銅メダル、女子団体でも銅メダルを獲得した。しかし、ロゼアヌは再び困難に直面することになった。 夫のルーが給料に不満を抱き、ルーマニアから脱出しようとして逮捕され、2ヶ月間拘束されたのである。ルーマニア共産党当局から、1949年の世界卓球選手権ストックホルム大会には参加させないとの通告を受けて、ロゼアヌは新たな職を探すことを余儀なくされ、最終的にルーマニアリベラ紙でスポーツ部門の編集者として働くこととなった。 ユダヤ人編集部員のニコライ・ベルが受け入れてくれたので、ある。それから数年間、卓球の傍ら、アンジェラ・ホルバンというペンネームを使って、様々なスポーツに関する記事の執筆を続けた。ベルは、ロゼアヌは、もう一度チャンスを与えるに値する選手だと、スポーツ関係者を懸命に説得し、そのおかげで、ロゼアヌは、 ギリギリのところで1950年の世界卓球選手権ブダペスト大会に出場することができた。この大会の女子シングルスで彼女は順調に勝ち進み、決勝でハンガリーのファルカシュ・ギゼラを相手に22から20、21から15、21から18のスコアでストレート勝ちして初優勝し、金メダルを獲得した。これにより、ロゼアヌは卓球だけではなく、 あらゆるスポーツを通じて、ルーマニアが生んだ歴史上初めての世界チャンピオンになった。また、女子団体では、サリス・ザス・コロズベリ、ルチ・スラベスクと共に決勝に臨み、3から2でハンガリーとの接戦を制して、ルーマニアチームは初の金メダルを獲得した。ロゼアヌとルーマニアチームの勝利は、ルーマニア国民に大きな歓喜と感激をもたらした。 ブダペストで大会を終え、ルーマニアチームの3人は列車に乗車して、ブカレストへの帰途に着いたが、列車が駅に停車するたびに3人は、人々から歓迎と祝福を受け、花束を手渡されたとロゼアヌは、後年に語っている。そして、この大会から1955年の、ユトレヒト大会まで世界卓球選手権の女子シングルスで6大会連覇した。しかし、 ルーマニア当局は依然として、ロゼアヌと夫のルーが国外へ逃亡するのではないかと、恐れ、常に彼女を監視下に置いていた。世界卓球選手権の女子ダブルスでは1953年のブカレスト大会でファルカシュとペアを組んで金メダルを獲得し、1955年のユトレヒト大会と1956年の東京大会では、ルーマニアのエラゼラーとのペアで、 金メダルを獲得。混合ダブルスでは1951年のウィーン大会でチェコスロバキアのボフミルバーニャとペアを組んで金メダルを獲得し、1952年のボンベイ大会と1953年のブカレスト大会では指導とのペアで金メダルを獲得した。女子団体では前述した1950年のほ九1951年、1953年、 1955年、1956年と5大会にわたってルーマニアを金メダルに導いている。こうしてロゼアヌは現役生活において世界卓球選手権で17個の金メダル、5個の銀メダル、8個の銅メダルを獲得し、合計で30個のメダルを獲得した。1951年から1955年まで、 国際卓球連盟の世界ランキングで第1位の座を保持し、特に1953年のブカレスト大会で、彼女のキャリアはピークに達して、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルス、女子団体の4種目すべてで金メダルを獲得している。また、2018年2月現在、世界卓球選手権の女子シングルスでは1955年のユトレヒト大会で、 金メダルを獲得したロゼアヌが非アジア人選手として最後の金メダリストであり、それ以降は日本、中国、北朝鮮、韓国とアジア人選手による金メダル獲得が続いている。1958年からヨーロッパ卓球選手権の開催が始まり、彼女もこれに出場した。1958年の第1回ヨーロッパ卓球選手権ブダペスト大会では、 女子シングルスで銅メダル、混合ダブルスでは、ティベリュー・ハラスティトのペアで銅メダル、女子団体では、銀メダルを獲得し、女子ダブルスでは、ゼラーとペアを組んで金メダルを獲得した。2年後の1960年ザグレブ大会では、混合ダブルスで、ラドゥ・ネグレスクとのペアで銀メダル、女子ダブルスでは、マリア・アレクサンドルとペアを組んで金メダルを獲得した。また、ロゼアンは、 卓球選手として競技生活を送る一方で1950年から1960年まで10年間にわたってルーマニア卓球連盟の会長をも務めている。しかし、ロゼアヌの競技生活は1957年頃から次第に困難なものになっていった。1957年に反ユダや主義的な人物がルーマニア卓球連盟のチェアマンに就任すると彼女をはじめとする ユダヤ人選手は全員連盟から追放された。この事態を受けて夫のルーはルーマニアから脱出してイスラエルへ移住したがロゼアヌは夫にはついていかずルーマニアに留まる道を選んだ。このチェアマンはすぐにその座から去ったためロゼアヌは競技生活に復帰することができたが夫の国外脱出によってルーマニア当局の彼女に対する姿勢は厳しいものとなった。彼女は コーチのポストから外され、ID カードも剥奪されるに至ったため、競技大会に自由に参加することさえできなくなった。ロゼアヌはこの大きな問題を解決するために、奔走することを強いられ、2年間全く練習できない、まま1960年のヨーロッパ卓球選手権、ザグレブ大会に出場するという状態に陥った。そのため、ゲオルゲゲオルギュレジ共産党書記長や、 ルーマニアスポーツ界の指導者を務めていたニコラエ、チャウシェスクと直接会って、自らの球場を訴えることまで行ったが、事態は何も改善されることはなかった。その結果、1960年夏に、ロゼアヌはルーマニアを離れ、亡命する決断を下さざるを得ないこととなった。ライバルであり、親友でもあった、オーストリアの女子卓球選手、トルディ・プリッチの手助けを受けて、イスラエルへ住し、 そこでも競技生活を続けた。1960年から1962年にかけてイスラエル卓球選手権を3大会連続で制し、1961年のマカビア競技大会にも出場して優勝した。また、1967年に世界卓球選手権に参加した選手らで構成されるスウェースリングクラブが設立されると、そのリーダーの一人を務めた。 一方、ルーマニア当局は亡命したロゼアヌを避難し、直ちにその市民権を剥奪した。それだけではなく、ルーマニアでは彼女について語ることさえタブーとなり、人々の記憶からも抹消されていった。ルーマニアの元女子卓球選手、オティリア・バデスクは、革命が起こるまで、私たちはロゼアヌのことについて何も知らされていなかった。 私が初めて彼女の存在を知ったのは1985年の世界卓球選手権に出場するためイエテボリへ行った時のことだったと証言している。ロゼアルがルーマニアに帰郷することができたのは1989年末のルーマニア革命によってルーマニア社会主義共和国が崩壊した後の1990年になってからのことだった。 自分はあくまでもルーマニア人であると考えていた。彼女はそれ以来、ルーマニアにたびたび帰郷するようになり、2003年10月の帰郷の際には、ヨンイリエスク大統領からの招待を受けて、コントロチェに宮殿で大統領夫妻と歓談している。しかし、2005年の帰郷が最後となった。2006年2月21日、ロゼアヌは、イスラエルのハイファーにある娘ミカエラの自宅で、 観光編のため84歳で死去した。ロゼアヌのプレイスタイルについて、英国のデイリーテレグラフ紙は、フットワークとボールのコントロールが卓越しており、いつ攻撃していつ守備するべきかを本能的に察知していた。また、どれほどラリーが長く続いても集中力が途切れるということがなかったと評し、ヨーロッパ卓球伝道は、強靭な精神力と堅固な守備。 俊敏な攻撃で知られていたと評している。イングランドの元男子卓球選手で1951年世界、卓球選手権ウィーン大会男子ダブルスの、銅メダリストであるジャック・カリントンは、イングランド卓球協会の公式月刊誌、テーブルテニス1955年5月号に、ザ・ワールド・チャンピオンシップス、ジャック・キャリングテン・レビューズ・インディビジュアル・タイトルズと題する1 9 5五年世界、 卓球選手権ユトレヒト大会の個人戦に関する評論記事を寄稿した。カリントンはこの記事の中で、今大会で世界卓球選手権女子シングルス6大会連覇を達成した超一流選手であるアンジェリカ・ロゼアルについて、我々はこれ以上何か語りうべきことがあるのだろうかと前置きした上で、イングランドのロザリンドローは前回ウェンブリー大会で最高のプレーを示し、 このユトレヒト大会では、前回大会以上に素晴らしいプレーを見せていた。ところが、女子シングルス準々決勝で、ロゼアヌは21から15、16から21、21から19、21から12のスコアでローを下した。これは、ロゼアヌの強さを如実に物語るものであると述べ、女王ロゼアヌの王位は依然として盤石であり、彼女は十分。 その大いに値する存在であると結んでいる。ロゼアヌはスポーツの歴史を書き換えたが、どのようにしてそれを成し遂げたのかが明らかになるまでには長い時間を要した。2004年のインタビューで彼女自身が語ることにより、それはようやく明らかになった。ロゼアヌの卓球に対する取り組み方はいくつかの特徴的な独自のスタイルに基づいている。彼女は 現役時代に男子選手を相手にしか練習しておらず、20年間にわたって同じブレードを使用していた。ラバーは2ヶ月ごとに交換していたが、ブレードは引退するまで同じものを使い続けていたと彼女は10回している。また、30年間を超えるキャリアの中でコーチの指導を受けたことは一度もなかった。彼女は1948年の 世界卓球選手権ウェンブリー大会の後、戦法を変えている。ハンガリーのバルナ・ビクトルを手本にして、独学で戦法を研究した。それまではどちらかといえば、守備的なスタイルだったが、それからは非常に攻撃的なスタイルに変えた。バックハンドの使い方もバルナを参考にして習得した、とロゼアンは語っている。ありがとうございます。